はい、どうも、シネカティビューチャンネルです。はい、今日はね、また新原語をね、習いたいなって思ってるんですけども、ちょっとね、今日はちょっと趣向を変えてですね、ちょっとね、野菜の名前とかね、そういう、はい、カレー好きな方とかね、はい、そういう皆さんにも お送りしたいと思いまして、ちょっとまあ、新原語の野菜とか食材のね、名前をちょっと覚えてみたいなと思います。ちょっとこれはね、個人的にも、はい、と言いながら、まあちょっと私半分ぐらいは知ってますけども、さすがです。いやいやいや、はい、ね、だけどちょっと教えていただきたいなって思うんで、行ってみましょう。行ってみましょう。早速まず野菜からね。はい、野菜はエラワルですね。そうですね、野菜はエラワル、エラワル、はい、エラワルが野菜です。はいはい、で、例えばトマトだと、トマトはタッカーリですね。そうです、タッカーリです。タッカーリで、あとカボチャはワッタッカ発音がいいですね、ワッタッカ、ワッタッカですね、はい、で、大体これ、カレーで使うんでね。そうですね、カボチャカレーをよく、作りますから。美味しいですね、カボチャカレー。ワッタッカカリーって言ってね、ワッタッカカリー、はい、インゲンですね、これはね。そうです、インゲン。インゲンはボンチ。ボンチ。これはボンチカレーもよく作りますよね。よく出てきますね。はい。はい、ボンチ。ボンチですね。ボンチですか？ボンチ。伸ばしますね。ボンチ。ボンチ。はい。ボンチカレー。はい。で、あとはね、知ってるのはキャベツね。はい、キャベツはゴーア。はい、ゴーア。合ってます。ゴーアですね。合ってますね。はい、よかったです。はい。でね、あとは、なんだろう、聞きたいのあるかな。これは何？ヘチマ？何？これは何だろう。ウェタコルって書いてある。ウェタコルはヘチマですね。え、そうなんですか？そうですよ。え、知らなかった。知らない？そうやった。食べたことあるんですけど、これがヘチマだって知らなかった。これヘチマなんですね。多分ウェタコルそうだったと思うよ。勉強になりました。先生より知ってることは良かったですよ。はい。で、あとはね、ナスは？ナスは。バトゥと言います。バトゥ。バトゥです。バトゥモージュとか言うからね。そうですね。バトゥはスリランカにはいろんな種類がありますね。うん、ワンバトゥとか。ワンバトゥ。はい、長いやつがあったり、ちっちゃいやつがあったりとか、いろんなナス、硬いやつがあったりしますけども、ね、まあ、日本でイメージするバトゥはこのバトゥですね。ワンバトゥ。ワンバトゥ。はい。そうですね。これもモージュっていうね。美味しいんですよね。はい。いや、料理があるんですけど、はい、それでよく使うから、ナス。バトゥモージュ、バトゥモージュね、うん、そうですね、日本はスリランカでも食べるんですけど、これはネルンアラと言います。メルンアラ、ネルンアラですね。ネルンアラ、ネルンアラ、はい、ネルンアラはハスの、まあ、ことです。ネルンというのはハスで、アラは芋という意味ですね。あ、はい、アラと言ったら芋、ジャガイモ。芋はアラですからね。はい、まあ、芋っぽいからなんですかね、ちょっとそうですね。あとは、あとはここキュウリがピピーニャ、ね、ピピーニャですね。ピピーニャ美味しいです、ね、はい、ちょっと日本のピピーニャとは違いますね、あのキュウリとは。キュウリはね、はい、これじゃないよね、もっとでかくって、あの大根みたいな感じ、ね、そうです、そうです、そんな感じで。ピピーニャはね、そうですね、加熱してカレーで食べるって感じですね、はいはい、あとこれなんかはカリフラワーなんですけど、ゴーワマルと言います。ゴーワマル、はい、これのゴーワですね。あ、はい、で、マルというのは花、花という意味ですので、ゴーワマル。ゴーワマル、覚えやすいね、はい、はい、最後、じゃあニンニクは、あ、ニンニクですね。ニンニクはスドゥルーヌと言います。スドゥルーヌね、これよく聞きますね、はい、スドゥルーヌ、スドゥは白という意味ですの です、ね、ニンニクは白ですので、スドゥルーヌと言います。そうですね、スドゥルーヌ、はい、どれもカレーですごくよく使いますね。使いますよね、その野菜カレー使う、はい、よく使いますからね、はい、美味しいですよね、はい、野菜ね。またこの野菜の名前が分かると、あのお店のスリランカカレー食べた時も、これは何の野菜なのとかっていう風に聞けるので、すごく楽しいと思います。現地に行って、そうですね、これは例えばゴーワ、これはキャベツですかと言いたかったら、ゴーワだと聞けばいいだけですね。ゴーワだ、はい、ゴーワだとか、ツタッカーリだって聞けば、トマトですか、はい、キャベツですかって意味になりますので、言葉を覚えるだけで、だをつければ疑問文聞けますね。そういうことですね、はい、とても簡単、はい、はい。あとこれはあれだな、バンダッカでしょ。そうです、バンダッカです。あのオクラね、スイ
なんかオクラ結構食べますね、はい、とても美味しいですね。オクラカレーも美味しいんですよ。そうですね、はい、オクラはバンダカです。バンダカです、はい、これはオクラ入りって覚えてる。なるほど、そんなことオクラ入り、よくわかんない、はい、じゃあ続きまして、はい、フルーツを、果物のですね、はい、果物ですね、はい、果物編ですけど、はい、なんだろう、果物は次の中で一番こう触れる機会があるのはこれだと思いますね。マンゴー。マンゴー。マンゴーは何ですか先生。アンバと言います。アンバね。アンバ。アンバ。はい。これはカレーにもするから、アンバカレー美味しいよね。美味しいんですよね。はい。本当に美味しい。あと何？パパイヤ。あとはバナナなんかも。バナナ。あのバナナと言ってももちろんスリランカは英語も通じますけども、バナナでも、ね、バナナよりもケセルと言った方がいいですね。ケセル。バナナケセル。ケセルですね。はい。ケセルもいろんな種類がありますね。うん、ラトゥケセル、赤いケセル。ラトゥケセル。おお。赤いバナナ食べたことありますか？ありますあります。美味しいですよね。はい。赤いバナナ大好きです。あの栄養価がすごい高いんです。あ、そうなんですか？バナナ。そうです。他のバナナよりも高いんですか？そうなんですよ。赤バナナ。ぜひ食べてください。すごくなんていうかこう香りが高くて美味しいですね。そうですよね。はい、はい、私好きです。スリランカならではですね。はい。うん、はい、そしてスリランカならではでいくと何ですか？あとはよく家庭で食べるのはここら辺ですかね。コマドゥ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 ではありません。コマドゥです。コマドゥ。はい。わらにスイカ？スイカですね。コマドゥと言います。コマドゥ。はい。はい、あとは、そうですね、ここら辺のリンゴとか、あとブドウとか、オレンジというのはスリランカでは作っていませんので、ないですね、あの売ってるものは全部輸入ですね、はい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 、この辺英語じゃないのだから、そのままオレンジとかですよね。これは、エプンと言いますね。エプン。これはミディ。全然英語じゃない。ミディ。ミディ。これはドダムと言います。ドダム。はい。あ、そうですか。はい、ドダムと言います。ドダム？それ知らなかった。ドダムと言います。ドラム。ドダム。ドダム。はい。リンゴとかは確かに英語ですね。アップルね。あとストロベリーもそうですね。ストロベリー。はい、ストロベリーと言います。あとはイストロベリーと言ったりしますね。イストロベリー。イがついたりします、頭に。はい。こんな感じですかね。あとパイナップルは、はい、なんだっけな、アンナーシー。ああ、素晴らしい。アンナーシーです。なんで覚えてるんですか？いや、アンナーシーそれぐらい覚えてる。アンナーシー。アンナーシーですね、はい、アンナーシーもスリランカのすごく美味しいですよね。そうですね、あと何、はい、ランブータンは。ランブータンですね。ランブータンはランブータンですね。ランブータン。パパイヤは？あとパパイヤはガスラブと言います。ガスラブね、あ、はい、言いますね、それね、はい、ガスラブ、すごく安くて美味しいですよね。いいそうですね、はい、そんな感じで、フルーツはそんな感じかな。そうですね、フルーツ天国なので、ぜひぜひスリランカの美味しいものを。じゃあ今回はそんな感じで、はい、野菜と果物編でした。はい、ありがとうございます。またね、ま次またやりますんでね、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。